事前通知制度とは、日本において、不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報または、登記済み証を提供、提出すべきなのに、正当な理由があって、提供、提出できない場合に、登記官が、登記義務者の真実性を確認する制度である。事前通知以外にも資格者代理人による、本人確認制度と交渉人による、本人確認制度があり、本校で触れる。 説明の便宜上、以下の通り略語を用いる。2004年6月18日法律第123号、不動産登記法不足6条参考により、オンライン未指定庁においては登記識別情報は、登記済証と読み替えられ、同7条により、オンライン指定庁において、登記済証が提出されたときは、登記識別情報が提出されたものとみなされる。したがって、本校では、 特記がない限り、当期識別情報とあれば、当期済み証を含むものとする。本説においては当期識別情報と当期済み証を分けて説明する。法22条正し書きのほか、準則42条一項各号に規定があり、以下の通りである。当期識別情報が通知されなかった場合、合当期識別情報の執行の申し出に基づき、当期識別情報が執行した。 バイト期識別情報を失念した、バイト期識別情報を提供することにより登記、識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなるバイト期識別情報を提供したとすれば、当該申請にかかる不動産の取引を円滑に行うことができない、恐れがある場合フ通知の自由としては、法21条正し書きの規定に基づき、申請人が、 あらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をしたため、当初より通知されていない場合などがある。執行については、執行制度を参照。その他の場合として、登記済み証を所持しているが、電子申請により申請を行う場合2月25日民に457号通達が1から3がある。条文に明記されているものとして、 記述規定によって読み替えられた、法21条正し書きの規定に基づき、申請人が、あらかじめ登記済み証の交付を希望しない旨の申し出をしたため、当初より交付されていない場合がある。その他の場合として、滅失、紛失、登記済み証を現に所持していない場合がある2月25日民に457号通達第1から3有現に所持していない理由としては、 不動産が共有であり、他の共有者が、登記済み証を所持していて、引き渡しを拒んでいるためなどが挙げられる。登記識別情報を提供できない理由は、申請情報の内容とされている。登記済み証についても、2004年12月1日、政令第379号附則2条2項によって、読み替えられた、令3条12号の規定に基づき、 登記済証を提出できない理由は申請情報の内容とされている。法22条により登記識別情報を提供して登記申請をすべき場合なのに法22条正し書きの正当な理由があって提出されなかった場合原則として登記義務者に対して当該申請があった旨および当該申請の内容が真実であると考える場合には一定の 期間内にその旨の申し出をすべき旨を通知しなければならない。具体例登記申請が書面申請または電子申請のいずれの方法によりされても書面を送付してする。具体的には事前通知書による。事前通知書の送付の方法は以下のように分類される。様式事前通知書が受け取り人不明を理由に返送された場合において、 申し出期間満了前に申請人から再発送の申し出があったときは、これに応じて差し支えない。この場合、申し出期間は、最初に事前通知書を発送した日から記算される。通知書が紛失、火災または、盗難等により再発送の要望があっても応ずる、ことはできない4月16日民、高915号通達。 同年5月28日民3351号、回答。ただし、書き留め郵便として発送された通知書が配達前に郵便盗難事故により防失した場合、防失証明書の提出があれば、再発送に応ずることができるとされた3月1日民312号回答。以上の先例は、旧不動産登記法事のものであるものの、 新法下でも適用があるとされている。概要事前通知をすべき場合において、登記申請が所有権に関するものであり、登記義務者の住所について変更の登記がされている場合には、法務省令で定める場合を除き、登記官は登記義務者の登記記録上の前の住所に当てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。法務省令で定める場合とは、以下の通りである。 住所変更の登記の登記原因が行政区画もしくはその名称または字もしくはその名称についての変更または削除もしくは異動である場合事前通知をすべき登記の申請日が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記申請の受付日から3ヶ月以上経過している場合登記義務者が法人である場合資格者 代理人による本人確認情報の提供があった場合において、その内容からして申請人が登記義務者であることが確実であると認められる。場合前住所通知は転送用しない郵便物として書面を送付、またはこれに準ずる方法によりする。具体的には転送不可と書かれたハガキによる。この前住所通知が返送されなくても、 当該通知に係る、登記の申請について、異議の申し出がなければ、登記は実行される2月25日民に457号通達、第1から1へ参照。なお、住所を点々としている場合、住所変更、厚正の登記の受付日が、事前通知をすべき、当期申請日から3ヶ月以内であれば、いずれの住所にも、全住所通知をする。 様式事前通知をすべき場合であっても、当該申請が、登記申請の代理を行とすることができる代理人によって申請された場合において、当該申請人が、法23条1項の登記義務者であることを確認した情報が提供され、かつその内容を登記官が相当と認めたときは、事前通知をしなくてよい。なお、資格者代理人自身が、遺言執行者などで、登記義務者となって、 登記手続きをする場合には、自身を証明する本人確認情報を作成することはできないとされている。資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにした情報が必須である。申請人が法人の場合、その代表者またはこれに代わるべきものと面談しなければならない。その他、資格者代理人が 申請人と面識があるか否かで一家の情報が必要である。面識がある場合資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ面識があるときは当該申請人の氏名を知り、かつ面識がある旨およびその面識が生じた経緯を本人確認情報の内容としなければならない。その具体例は以下の通りである。面識がない場合資格者代理人が 申請人の氏名を知らないか、または面識がないときは申請な登記義務者であることを確認するために、当該申請人から提示を受けた書類の内容及び、当該申請人が申請な登記義務者であると認めた理由を本人確認情報の内容としなければならない。書類の具体例は以下の通りである。三号書類のうち、これに準ずるものについては、 民間会社が発行するものは該当しないが、独立行政法人が発行するものは該当する。なお、これらの書類の内容を明らかにするには、書類の写しを添付する方法または、写しと同程度に、当該書面の内容を特定することができる、具体的な事項を本人確認情報の内容とする、方法によりするものとされている2月25日民に457号通達。 1> 第1から9。資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者が登記申請の代理予行とすることができるものであることが要件となる。この資格業者は以下に限られる。また、登記申請の代理予行とすることができるものであることを称する情報を合わせて提供しなければならない。その具体例は以下の通りである。資格者代理人が 本人確認情報を提供した場合であっても原則として全住所通知を不要とすることはできないがその内容からして申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には不要とすることができるのは既に述べた通りである資格者代理人が虚偽の本人確認情報を提供したときは2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるまた 法人の代表者または法人の代理人、使用人その他の従業員がその法人の業務に関して虚偽の本人確認情報を提供したときは、両罰規定としてその法人に対しても罰金刑が課せられる。ありがとうございます。